照明に火が灯りましたナイトゲームが行われます。横浜スタジアムからお伝えしてまいります。セパ交流戦、横浜 DeNA ベイスターズ対福岡ソフトバンクホークスの2回戦です。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、まもなく試合が始まるわけですが、序盤に大事なことって何でしょうか？まずは先制点を取って優位な展開に持ち込めるかですよね。なるほどね。どちらが先取点取るんでしょうか？まずはベイスターズの先発東が横浜スタジアムのマウンドに上がります。さあホークス打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか？西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね、まあ、どうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ、楽しみに見たいと思いますね。そうですね、そのあたりがどういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。さあ初球は何か。初球ボール。低めの球、次が3球目、この低いボールは外れます。インコース打ちました、いい当たり、破りました、センター前、先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。バッターは2番に入っている上林、ヒットでランナーを一塁に置いています。先発ピッチャー東、そしてキャッチャーは戸柱、このバッテリーをホークス打線がどう攻略していくか。西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね、その打線は機能してくるんでしょうか、注目です。まあ向こうは平走ってきた、キャッチャー送球して、この場面で盗塁を決められてしまいました。まあ走ってくるのは分かってたはずなんで、もう少し工夫してもらいたかったですね。この盗塁大きいですよ。一打先制のチャンスに打ちました、流しました、弾き返した打球はレフトへ、ここはフライになっています。こういった形で攻撃の流れを切っていきたいですよね。さあこの場面でバッターボックスには3番のグラシアルが入っています。初球いいところに決まりました。さてこのグラシアル、どういうバッターなんでしょうか？まあホームランバッターですよね。特に左ピッチャーの時は間の取り方がいいですね。ああそうですか。引っ張った、宮崎素晴らしい反応を見せた、アウト、これはチームの士気を上げてくれる、三塁タッチもセーフ、素晴らしいプレーが飛び出しました。赤星さん、今のプレーご覧になっていかがですか？いやー、このプレーは大きいですよね。バッテリーとしてはここの攻め方は特に大事になってきますよね。さあこの場面で打席には4番の柳田が入っています。初球打ち、このフライはヒットになりそうだ、ワンバウンドヒットになりました。ホークス1点を先制しました。センター前へのタイムリーヒット、1対0、序盤から試合が動いていきます。バッターボックス松田、ベイスターズ初回から先制点を許す形となっています。
西さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。うん、そうですね。理想的な形ですよね。ええ、さあこの勢いをこのまま続けることができるか。アウトコースボール。さあ2球目は何か。一塁ランナーはそのままです。西さん、ここは盗塁はないと見ていいんでしょうか。そうですね、バッターのために走るなら早めがいいというのはありますけども、ただここは左ピッチャーなんでやりにくいのかもしれませんね。なるほど、そうですか。甘い球見逃しちゃいましたね。はい、そうですね。ここは外します。これでフルカウント。次が勝負ということになります。変化球で空振りを取ります。スリーアウトチェンジ。しかしこの回ホークス先に点を取りました。1対0ホークス先制です。1回の裏、これからベイスターズの攻撃が始まります。ベイスターズはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますホークスはご覧のような守備陣です。ホークスマウンドに上がるのは先発の東浜。さあベイスターズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。桑原が打席に入ります。先頭バッターとしての仕事をしたいところ。初球ボール。次が2球目。これはちょっと手が出ないですよね。はい、変化球が決まっています。打ちました。ファーストが前に来る。一塁そのまま入ってアウト。バッターは2番に入っている柴田。東浜、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球は何で来るか。初球ボール。これはバットが泳ぎます。改めてお聞きします。バッターボックスの柴田、どういったタイプのバッターでしょうか。まあ、バントがうまい職人タイプのバッターですね。なるほど、そうですか。次が4球目。変化球タイミング合いません。2ボール2ストライクです。ファウルになります。ボールになります。3ボール2ストライクです。さあこれで決まるのか。
外れてフォアボール。ワンアウトから同点のランナーを出していきます。追い込まれてからよく選びましたね。そうですよね。まず何を投げてくるか。初球ボール。ここは中途半端なバッティングでゲッツーなんてことにならないようにしたいですよね。なるほど、そうですね。打ちました。ボテボテ。サード弾く。一塁へ。これはサードのエラーです。ベイスターズチャンスになりました。ワンアウトランナー二塁一塁。さあベイスターズ同点のチャンスを迎えています。早い回に追いついておけば楽になりますからね。なるほど、そうですね。まあ彼は左右にホームランが打てるバッターですから、相手バッテリーは相当警戒してくるでしょうね。はい。さあこのチャンスしっかりものにしておきたい。2球目は何で来るか。ボール。高めの変化球は見送ります。3球目は何で来るか。三遊間抜けた。セカンドランナー帰れば同点。バックホームする。レフト前ヒット。これで4試合連続安打。まあここはクリーンアップですから、最低でも犠牲フライという感じでしょうね。そうですよね。初球打ちショート取った。二塁フォースアウト。アウト。ダブルプレーでスリーアウト。逆転のチャンスだったんですが、最後はダブルプレーに倒れてしまいました。いや、打ったところが悪かったですね。逆転のチャンスがあったベイスターズですが、そのチャンスを生かせませんでした。1回終わって1対0、ホークスが1点をリードしています。初球ボール。真ん中へ入れてきました。インコース外れてボール。空振りになります。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。引っ張った。高い打球ライトへ。ライトが取りました。バッターは7番に入っている明石。まずはワンアウトを取っています。初球は何から入ってくるか。アウトコース見送っています。外の球外れています。ボール先行です。これが3球目。ボールになります。ストライクが入りません。アウトコース打ちました。掴んでツーアウトです。
バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている甲斐。ツーアウトになっています。初球はボールになりました。これが2球目。外への変化球外れました。ボール先行です。さあ3球目は何か。低めへの変化球は決まりません。ストライクが入りません。打ちました。ファーストゴロ。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回ホークス3人で攻撃を終えています。1対0、1点リードはホークスです。バッターの宮崎、ここのところ5試合で打率は2割を切っていますが、バッティングの調子はどうなんでしょう。そうですよね、少し体の開きが早くなってタイミングがおかしくなってきているように思いますね。なるほど、今日の調子はどうなんでしょうか。初球ボール。これは低いところに持ってきました。ボール先行です。低めの際どいところですが外れています。ストライクが入りません。4球目は何で来るか。打ちました。決めました。ファールボール。打ちました。これはどうだ。センターに抜けました。先頭バッター出ました。ベイスターズノーアウトランナー一塁です。バットの構えを見せてきました。相手バッテリーはゲッツーを狙ってくると思うんで、そういうボールには気をつけたいですよね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。高めはボール。送ります。打ち上げてしまいました。取りました。送りバントは失敗です。8番バッターはキャッチャー戸柱。ベイスターズ同点のランナーが出ています。初球ボール。さあ2球目は何か。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。取って2アウトです。バッターは東。2アウトになっています。さあまず1球目、最初は変化球空振りです。この高めは外れます。
次が3球目、アウトコースは外れます。打ちました、切りました、ファールボールです。インコース変化球決まりません。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。さあこれで決まるのか、引っ張った、取った、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。2回終わって1対0、ホークスが1点をリードしています。先発の東浜がバッターボックスに入ります。ピッチャーが相手でも気を抜かずきっちりアウトを取りたいですね。そうですね。初球ボール、アウトコースのチェンジアップ、ボール先行です。ライト方向を流しました、ここは打ち上げています。ライト掴んでワンアウト。打順は1番に帰ります、バッター牧原。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。東、まずは先頭バッターを打ち取っています。引っ張った、これはどうか、ライト掴んでツーアウト。バッターボックスは2番上林、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ツーアウトになっています。緩いボール決まりました。次が2球目、打ちました、弾き返した打球はセンターへ、桑原が抑えてスリーアウトチェンジです。この回ホークス三者凡退です。1対0、ホークスが1点をリードしています。赤星さん、今日のボールなんですが相当切れてるんじゃないですかね。そうなんですよね。バッターからするとまっすぐを待って打ちに行っていると思うんですが、でも分かってても空振りをするということはスピードよりもかなり速く感じてると思うんですよ。なるほど、本当にいいボール行っているようです。変化球タイミング合いません。変化球、これは胸元へ、ワンボールツーストライクです。右中間破っていきました。先頭バッター出ました、ベイスターズノーアウトランナー2塁です。まあここは右方向を狙ってるかもしれませんね。なるほど、そうですか。バントしました、三塁方向、ピッチャーが抑えた、一塁アウト、見事送りバントを決めました。ワンアウトランナー三塁です。まずは見送ります、ワンボール。ここは犠牲フライで OK ではあるんですが、まあクリーンナップなんでそれ以上期待したいですよね。はい、さあクリーンナップらしいバッティングができるんでしょうか。
セカンドの右、一塁アウト、ランナー三塁はそのままです。さあそしてバッターボックスにはオースティンが入ります。さあ2アウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。まあベイスターズとしてはここで追いついておきたいところですよね。なるほど、そうですよね。このカウントは狙い球を絞って打っていく感じでしょうね。ファウルボール、ワンボールワンストライクです。低め外れています。低めいいところに持ってきましたが外れます。スリーボールになりました。変化球打った、サード取った、一塁へ、一塁アウトでスリーアウト。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。同点のチャンスがあったベイスターズですが、そのチャンスを生かせませんでした。3回終わって1対0、ホークスが1点をリードしています。4回の表、ソフトバンクホークス打順よくこの回はクリーンナップから始まります。グラシアルがバッターボックスに入ります。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。前の打席はピッチャーにしてやられた感じでしたね。ここはいいところを見せたいですね。そうですね。ベイスターズ1点ビハインドで迎える4回です。低め外れました。ボール先行です。変化球わずかに外れました。ストライクが入りません。ここは1球見ました。ライト方向を流しました。これはセカンドが取る、アウト。素晴らしい守備を見せてくれました。いいプレーが出ました。ファインプレーです。赤星さん、今のプレーいかがですか。いや素晴らしいの一言ですね。こちらが先ほどの配球になります。初球ボール、今のはよく見ましたね。はい、変化球わずかに外れてボール、ボール先行です。切れていきます。ファウル、低め見送っています。インサイド落ちました。またファウル、打ちました。高い打球レフトへ、ここはフライになっています。佐野が掴んで2アウト。バッターボックスは5番松田。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。そうですね。2アウトになっています。2球目は何で来るか。内へ低めに変化しました。
今のはよく見ましたね。アウトコースストレート、際どいところを見極めました。変化球タイミング合いません。ツーストライクツーボールと追い込んでいます。チェンジアップ外れました。スリーボールツーストライクフルカウントになっています。引っ張った。宮崎一塁アウト、スリーアウトです。この回ホークス3人で攻撃を終えています。1対0ホークスが1点をリードしています。DeNA ベイスターズ4回裏の攻撃になります。バッターボックス外、先ほどの打席は逆転のチャンスだったんですがショートゴロ、併殺打に終わりました。ベイスターズ1点ビハインドで迎える4回の攻撃です。さあ赤星さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。そうですね、まあ1点差ですからこの辺りで追いついておきたいところですよね。そうですね。ボールになります。ボール先行です。改めてお聞きしますが、バッターの外、どういうバッティングスタイルなのでしょうか。そうですね、まあ状況によって打ち方も変わるとは思いますけど、本来はホームランを狙って思い切ったスイングをしてくるバッターですよね。なるほど、ここはどういうバッティングをするんでしょうか。低めの球、手を出しました。スリーボールワンストライクです。打ちました。ピッチャーゴロ、取った。一塁送球アウト、ワンアウト。さあバッターは宮崎。この打席でホームランを放てば今シーズン10本2桁へ乗せることになります。最初は変化球できました。ストライクです。膝元をつきましたが外れました。ファウルになります。ワンボールツーストライクです。変化球空振り、ツーアウトになっています。バッターボックス浦本、先ほどの打席は送りバント失敗に終わりました。ここはさっきの失敗を挽回しておきたいですよね。そうですよね。ツーアウトランナーありません。初球空振りです。内への変化球は決まりません。打ちました。この打球はフライになっています。ショートが構えます。明石が掴んで3アウトです。反撃したいベイスターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。4回終わって1対0、1点リードはホークスです。アウトコースボール、
変化球タイミング合いません。今のはよく見ましたね。外の変化球わずかに外れました。アウトコース空振りです。ツーボールツーストライクです。さあ5球目は何か。打ちました。ここは打ち上げています。宮崎抑えてワンアウト。バッターは7番明石。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。まずはワンアウトを取っています。今日の先発ピッチャーはベイスターズが東、そしてホークスが東浜、この2人の投げ合いとなっています。2球目打ちました。この当たりはどうか。ヒットになった。1塁蹴って2塁に向かう。バッターランナーは2塁まで進みました。得点圏にランナーを置いています。もうまさにジャストミート、速い打球でしたね。はい、さあそして打席には甲斐が入っています。さあランナーを得点圏に背負っています。まずはストライクを取りました。誘ってきましたね。振ってきません。外れています。これで高めが2球続きます。ボールになります。打ち上げました。この打球はフライになっています。セカンドフライ掴んでアウト。ツーアウトランナー2塁となりました。これが1球目。初球いいところに決まります。バットが空を切りました。これが2球目。アウトコースストライク。すぐに追い込みました。誘ってきましたが見極めています。これが4球目。際どい球わずかに外れています。変化球打った。一塁アウト。これで3アウト。ランナー出ましたがホークス得点はありませんでした。1対0。1点リードはホークスです。西さん、チームとしてはピッチャーに0点に抑えられているわけですが、バッターとして何か対策が必要だと思うんですがいかがですか。まあこれまでの打席を踏まえてね、いろいろと考え方を整理しなきゃいけないですね。なるほどね。修正整理できるんでしょうか。ボールになります。内へ持ってきましたが外れました。
ファウルになります。低めの変化球は外れました。フルカウントです。弾き返した打球は右中間へ。柳田抑えてワンアウト。次はピッチャーの打順ですが、先発の東がバッターボックスです。ここは何とかして塁に出たいですね。そうですね。初球ボール。外低めのボール追い込んでいます。ワンボールツーストライク。さあ4球目は何か。引っ張った、取りました。一塁そのまま入ってアウト。打順はトップに帰って桑原。先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。アウトコース見送っています。さあ2球目は何か。変化球タイミング合いません。真ん中打ちました。切りました。ファールボールです。打った、伸びていく、どうだ、入れば同点。そのままスタンドに入りました。同点のソロホームランです。ベイスターズ、この試合を振り出しに戻す一発になりました。同点に追いつきました DeNA ベイスターズ、1対1。ここ一番の集中力が光ります。ご覧いただきましょう。見事なホームランでした。いやー、ライト方向に持っていけるのが素晴らしいですよね。試合は振り出しに戻っています。バッターボックス柴田。ベイスターズホームランで同点としています。赤星さん、ここはもう1点得点が欲しいところですよね。まあそうですね、この勢いそのままにつないでいきたいですよね。ええ、さあ続いていきたい。次が2球目。低めはボール。よく見ましたね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。打ちました。高いバウンド、ショートゴロ。一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回ベイスターズ貴重な得点が入りました。5回終わって1対1、ベイスターズ同点に追いつきました。ここまでのハイライトです。まずは1回の表、ピンチの場面だったんですが、ここは内野ゴロに打ち取ります。先制のピンチをしのぎます。さらにこの回一打先制のピンチ、迎えるは4番柳田。その初球をしっかり弾き返します。ベイスターズ先制点を奪われます。
その裏、得点圏にランナーを置いて、しかしダブルプレー、逆転とはなりません。3回の裏、このチャンスの場面、しかし内野ゴロに打ち取られます。同点とはなりません。そして先ほど5回裏の攻撃、ランナーのいないこの場面、1番桑原、勝負に来たところを捉えました。ベイスターズ一振りで試合を振り出しに戻します。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。これから6回、ホークスは代打を送ります。バッターはデスパイネ。ベイスターズ同点で迎える6回です。デスパイネ背番号54。空振り。2球目打ちました。このフライはどうだ、落ちるか。ワンバウンドヒットになりました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。ご覧いただいています。ここはうまく打ち返されてしまいました。打順は2番上林。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はあわやという打球でしたよね。まあタイミングは合ってると思うので期待したいですね。期待しましょう。バントしました。サードが取る。アウト。ワンアウトです。送りバント成功です。ワンアウトランナー二塁となりました。初球変化球にタイミングが合いませんでした。ここは見ます。この打球はこれはスタンドファウルボール。うちのボール打っていった。高く上がった。ここは打ち上げています。ピッチャーフライ掴んでアウト。2アウトランナー2塁となりました。見送ってまずはストライクです。外へのスライダー、ここは見極めています。外低め決まってストライク。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。外の低め見極めます。平行カウント、レフトに持っていった。ぐんぐん伸びる。頭上を越えた。セカンドランナーホームイン。ホークス勝ち越し。2対1になりました。ベイスターズさらにピンチが続きます。ここは抑えておきたかったんですがタイムリーを打たれてしまいました。このゲーム中盤、ここでリードを奪われます。さあそしてバッターボックスには松田が入ります。さあなおもピンチの場面。まず牽制、二塁タッチもセーフ。
これではバットが出ません。ストライクです。チェンジアップを見極めます。3球目は何で来るか。この球は外れました。次が4球目。低めの変化球でカウントを稼ぎます。2ストライクと追い込んでいます。次が5球目。ファウルです。ツーボールツーストライクです。いい当たり、大きいぞ。右中間深々と破っていった。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁到達。ホークス追加点、3-1。ベイスターズなおもピンチが続きます。警戒していた相手ですがタイムリーが出て追加点を奪われています。そうですよね、ボール自体はね決して悪いものじゃなかったですからね。試合中盤徐々にリードを広げられています。さあそして打席には中村が入っています。さあピンチは続いています。まずはボールから入りました。真ん中打った。サード正面、一塁アウトでスリーアウト。しかしこの回ホークス貴重な得点が入りました。3-1、ホークスが勝ち越しています。ホークス6回の裏、ホークスに選手の交代がありました。ただいまの回代打いたしましたデスパイネ。配球表をご覧いただいています。今日は変化球の割合が多くなっています。ストレートはあまり使っていません。6回の裏、 DeNA ベイスターズ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターは佐野。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。いいところだったんで打ちたかったですけどね。ええ、まあ切り替えてここで結果を出したいですね。そうですね。ベイスターズビハインドで迎える6回の攻撃です。点を取られたんでこの回すぐに取り返して追いついておきたいですよね。さあまずは先頭バッターを出していきたい。この低いボールは外れます。ボールになります。ストレートですよね。アウトローのストレート、空振りです。2ボール2ストライクです。打ちました、高いバウンド。セカンド取る、アウト、ワンアウト。4番バッター、オースティン。先ほどの打席は同点のチャンスだったんですがサードゴロに倒れています。東浜、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール、2球目は何で来るか。変化球できました。ボールになります。
打ちました。この打球は落ちるか、どうだ。センター掴んで2アウト。バッターは5番ソト。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。2アウトになっています。初球空振りです。これが2球目。ボールになります。これが3球目。際どかったですよね。膝元変化球がわずかに外れています。打ちました。高く上がりました。最後はファールグラウンドで掴んで3アウトです。反撃したいベイスターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。6回終わって3対1、ソフトバンクホークスがリードしています。これから7回、ホークスの攻撃です。そしてベイスターズはピッチャーが変わります。エスコバーが2番手としてコールされています。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。アウトコース見送ってストライクです。155キロです。さあ2球目は何か。変化球、これは胸元へ。ノーボール2ストライクです。低めに外れてボール。これはどうだ。センターへ抜ける。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。初球は外。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。ここは併殺だけは避け。打ちました。ショート取った。アウト。ここは送球が間に合い二塁フォースアウト。バッターボックスには代打の長谷川。ゲッツー崩れでランナー残りました。長谷川背番号24。これが初球。初球空振り。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。そうですね。さあ何を狙っていくか。今のはよく見ましたね。はい、ストレートわずかに外れてボール。さあ3球目は何か。釣り玉でしたね。はい、高めストレート外れてボール。4球目は何で来るか。低めボール。打ちました。高いバウンド。ショート前に来る。一塁はセーフ。ゲッツーは取れません。今日は代打で途中出場。2回目の打席が回ってきました。前の打席いい当たりを飛ばしてましたよね。ええ、ここは気をつけないとまたやられかねませんからね。そうですね。ゲッツー崩れでランナー残りました。
いいコースでしたけどね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。ストライクを取ってこれで追い込んだ。インローを見送っています。5球目は何で来るか。打ちました、いい当たり。一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがホークス得点には至りませんでした。3-1、ソフトバンクホークスがリードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、ベイスターズの攻撃に入る。7回の裏ベイスターズの攻撃です。そしてホークスはピッチャーが変わります。背番号11、津森が2番手としてマウンドに上がります。バッターボックスには6番宮崎。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミングが取れてない感じでしたよね。ここは狙い球を絞っていった方がいいかもしれませんね。そうですね。ベイスターズビハインドで迎える7回の攻撃です。赤星さん、チャンスを作るにはとにかく塁に出なければいけません。そうですね、とにかくこの回に1点は取っておかないといけないと思いますね。なるほど。さあどういった形で攻めていけるか。高めちょっと外れたか。ストライクが入りません。これが4球目。高め打ちました。これはどうか。レフトが取りました。ワンアウトです。打席には7番バッター浦本。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ワンアウトランナーありません。打ちました。グラシアル。アウト、ツーアウト。打順は8番戸柱。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ツーアウトランナーありません。初球ボール。ストライクです。切れていきます。ファウル。ボールカウントはワンボールツーストライクです。引っ張った。これはどうか。一二塁間を破る。戸柱、これが自身本日の初。バッターボックスには代打の伊藤。さあここはなんとか意地を見せておきたいところ。この期待に応えたいですよね。そうですよね。ここはぜひ決めておきたい。さあ初球は何か。まあここは長打を警戒して低め低めで来るでしょうね。ああそうですか。打ちました。高いバウンド。明石一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。7回終わって3-1、ソフトバンクホークスがリードしています。これから8回ホークスの攻撃です。一方ベイスターズはピッチャーが変わります。三上がマウンドに上がります。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。バッターボックスには2番上林。ベイスターズビハインドで迎える8回です。初球ストレート、見送っています。ボール。打ちました。これはどうだ。センターに抜ける。
上林、今日の初ヒットがここで出ました。ノーアウトランナー一塁です。一塁牽制、一塁はセーフ、ランナースタート、キャッチャー二塁送球する。ここで盗塁を許してしまいました。まあ走ってくるのは分かってたはずなんで、もう少し工夫してもらいたかったですね。これでアウトを増やさずにチャンスに持っていきましたね。外のボール打った、ここはフライになっています。抑えてワンアウト、ワンアウトランナー二塁と変わっています。さあここは警戒です。先ほどのタイムリーの結果をチャートで振り返っておきましょう。初球から際どいコースをついてきます。低め、これは外れた。変化球を狙ってたんでしょうね。そうですね。まあここは際どいところも当てていかない。インサイド打った、高いバウンド、一塁送球、一塁アウト、ツーアウトランナー三塁と変わります。まずは変化球、次が2球目、ボール、高めの変化球は見送ります。振り遅れてますね。いや、ストライクと言われてもおかしくないボールですね。はい、低めわずかに外れてボール、151キロ。誘ってきましたね。振ってきません、外れています。これでフルカウント。ライト線、大きな打球だ、入った、ホームラン、松田、今シーズン第8号のツーランホームラン。これで今日3打点。ベイスターズ追加点を許します。5対1。その差4点、大きくリードされました。ベンチではチームメートに祝福され、喜びを分かち合っています。ご覧いただきましょう。この場面でホームランを打たれ、点差を広げられます。残されたイニングはあとわずか、決定的な追加点になるかもしれません。6番バッター中村、ファースト中村、初球ボールです。このフライは切れそう、切れました、ファールボール。インコース打ちました、いい当たり、切りました、ファウルボールです。打ちました、サードが前に来る、一塁を送ります。アウト、際どいタイミングでしたが3アウトチェンジです。しかしこの回ホークスツーランホームランで得点を追加しています。5対1、ソフトバンクホークスのリード広がっています。8回の裏、ベイスターズの攻撃です。一方ホークスはピッチャーが変わります。高橋が3番手としてマウンドに上がります。桑原がバッターボックスに入ります。先ほどの打席で一時同点となるホームランを放っています。ベイスターズビハインドで迎える8回の攻撃です。
このカウントは甘い球だけでなく少しゾーンを広げて待っている感じでしょうね。なるほど、そうですか。ファウルになります。インサイド落ちました。これは破りました。センター前。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。さあ追い上げたいこの場面、ノーアウトのランナーを1塁に置いています。バッターボックスには柴田、そして1塁ランナー打ちました。取った。2塁送球アウト。これはチームの士気を上げてくれるようなプレー。いいプレーに阻まれてしまいました。赤星さん、今のプレーいかがですか。ああ、これはしょうがないですよね。いいプレーでしたね。初球は何で来るか。ストレートが決まりました。外れてボール。決まってストライク。ワンボールツーストライクです。ここは臭いところも打っていかないといけませんね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。これが5球目。これはスタンドへ入りました。ファールボール。インサイド打ちました。ここもファールです。いや、ギリギリですよね。よく見ましたね。アウトロー際どいところ、わずかに外れました。スリーボールツーストライク。アウトコース打ちました。ショート取った。一塁アウト。スリーアウトです。この回ベイスターズ結局3人で攻撃を終えています。8回終わって5対1、ソフトバンクホークスがリードしています。ゲームは9回に入ります。7番から始まるホークスの攻撃、バッターは明石。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ベイスターズビハインドで迎える最終回です。2球目は何で来るか。引っ張った。ファーストが取る。1塁そのまま入ってアウト。バッターボックスは8番甲斐。今日はまだ当たりがありません。まずはワンアウトを取っています。初球ボール。さてバッターの甲斐、バッターとしてはどういう特徴がありますか。まあ、ホーム2球目打ちました。倉本ツーアウトになりました。バッターボックスには代打の真砂。ツーアウトランナーありません。バッターは真砂、背番号64。アウトコースボール。これが2球目。引っ張った。取った。一塁へ。これがチーム10本目のヒット。ツーアウトランナー一塁。切れてスタンドへ入りそうだ。ボールになります。
次が3球目。これもファウル。打ちました。取った。一塁へ。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがホークス得点はありませんでした。5対1、ソフトバンクホークスがリードしています。9回の裏、ベイスターズの攻撃です。そしてホークスはピッチャーが変わります。香山が4番手としてマウンドに上がります。赤星さん、なかなか厳しい点差となっているわけですが、どういった攻撃が必要ですか？点差があるので、こういう時こそ次。いい当たり、センターに抜けました。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。まず何を投げてくるか。初球空振りです。得意のボールでストライクを取りました。さあ2球目は何か。入れてきました。ノーボール2ストライク。ファウルになります。際どかったですよね。はい、低めわずかに外れてボール。この球は外れています。これでフルカウント。ここからは確実に狙っていきたい。ホークス、ここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは5番手のモイネロ。バッターボックスは6番宮崎。ベイスターズホームランで得点を挙げています。豪快なスイングは空振りになります。このカウントは狙い球を待ちつつもその他のボールの対応も考えているでしょうね。なるほど、そうですか。緩いボールできました。誘ってきたんでしょうけど見極めましたね。振ってきません。外れています。さあ5球目は何か。見逃し三振、ワンアウトです。打順は7番倉本。今日はまだ当たりがありません。ワンアウトランナーありません。初球簡単にストライクを取ります。スピードボールを持っています。次が2球目。低め見送っています。インサイド打ちました。切りました。ファウルボールです。ボールになります。
変化球空振り、ツーアウトになりました。8番バッター戸柱、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。引っ張った、高いバウンド、セカンドゴロ、これでスリーアウト、試合終了になりました。 DeNA ベイスターズ痛い敗戦となってしまいました。西さん、結局最後まで投打が噛み合わないままゲームセットになってしまいましたね。まあ流れとしては、ね、悪くないんですけどもね、もうちょっと打線がね頑張ってほしいなと思いますけどもね。明日以降ぜひそのあたり期待したいところです。勝ったホークス、接戦をものにしました。一方の DeNA ベイスターズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームは DeNA ベイスターズ敗れてしまいました。今日の解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで横浜スタジアムから失礼いたします。本日は